ラウール、メグロレン、向井工二、スノーマン、年下その進化する表現力。スノーマンのサードアルバム、アイドゥーミーリリースまであと1週間。5月26日からは初のドームツアー、スノーマンファーストドームツアー2023アイドゥーミーの開催も控えており、彼らがデビュー4年目に臨む挑戦の全貌が明らかになる日も近い。 スノーマンは CD デビューという目標に向かって岩本光る、深澤達也、渡辺翔太、宮舘良太、安倍亮平、佐久間大輔のメンバーでアルみ始め、2019年1月にダウールメグロレン、向井浩二が合流し、現体制で2020年1月にデビュー。6人が歩みを止めることなく様々な困難に立ち向かい、9人体制になってからも全員が同じ方向を見ながら突き進んできたからこそ今があるのは間違いない。 メンバー全員が名詞代わりとなる個性や武器を持ち、個人活動でも自身とスノーマンの名前を広げてきたことが今のグループの勢いにつながっている。そんな個人活動において先陣を切ってきたのが、ラウール・メグロ・ムカイだ。特に三人とも表現力の部分での変化、進化には目を見張るものがある。